はい、結局パーカーを着ている土パフォーマンスです。はい、キュキュ2の動画でもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、2020年、オートサロンボンドグループ出展させていただきます。というわけで今回は出展する車をちょっと事前にご紹介させていただこうと思います。やっぱり事前にご紹介させていただいた方が、会場で実物を見た時に、ここがこういう風になってんだとか、ここが言ってた部品なんだとかっていうのがおそらく分かっていただけると思いますので、今回はその出展させていただく車をご紹介させていただきます。で今回、ボンドグループ全部で9台出展させていただきます。で順番にちょっと、ご紹介させていただきます。まず1台目は、ロールスロイスのカリナ、ボディカラーは白ですね。こちらはマンソリーの外装パーツを全て取り付けたお車になります。で続けて2台目は、メルセデス G63、こちらも外装をマンソリーで全てまとめたお車になります。こちらボディカラーは、書いてないですね。書いてないです。で3台目が、動画でも、ちょっとご紹介させていただいている、ポルシェ992紺色の車ですね。こちらはテックアートの外装を全部組んで、出展させていただきます。で4台目は、動画シリーズでもお届けした、ブラバスのコンプリートになっている、G63 メルセデス G63 になります。外装は、動画でご紹介させていただいた通りなんですけれども、ちょっとだけ1点だけちょっとパーツを変更して、展示させていただきます。で次5台目、え、知らないの？じゃあ会場で見てのお楽しみです。はい、で5台目は、マクラーレン 720S ボディカラー黄色になります。こちらは、カプリストのマフラーと、あとアメリカの単造ホイール、アナーキー、こちらを取り付けて出展させていただきます。6台目がマクラーレン 675LT、 こちらもボディカラー黄色になりますね。こちらは、1221、同じくアメリカの単造ホイール、こちらを取り付けて出展させていただきます。で7台目が、フェラーリ812、こちらボディカラーが赤になります。でこちらはなんと、1016っていうアメリカのエアロブランドのエアロと、カプリストのマフラー、ホイールが ADV1、こちらを取り付けて出展させていただきます。で8台目が、マクラーレン 570、 これボディカラーはガメタリックの車になります。でこちらも、1060のエアロと、あとはロティフォームの、こちらはアメリカの単造ホイールメーカーですね、ロティフォームのホイールを取り付けて出展させていただきます。で最後9台目、こちらが車種がランボルギーニウルスになります。でこちらも1060のエアロとカプリストのマフラー、あとは HRE のホイールを装着して、出展させていただきます。というわけで計9台、うちなんとマクラーレンが3台っていう、ちょっとマクラーレンディーラーかっていうぐらいのマクラーレン率かなり多い、ブースになるかと思います。でまあいろんな、ヨーロッパ系アメリカ系ブランドのおすすめの商品をたくさんつけた車を展示しますので、ぜひ会場で細かいディテールなんかを確認していただけると嬉しいです。ちなみに今回、2020年オートサロンボンドブース過去最高額になります。金額邪魔してちょっとやらしいよね。まあ結果的にそうなっちゃったっていう、はい、というわけでかなり、まあ、見どころのあるブースになるんじゃないかなと勝手に思っております。ぜひよろしくお願いします。あとはですね、アメリカの単造ホイールを中心に新作の展示もさせていただきますので、ぜひ壁の方に飾ってある、ホイールなんかも注目してみてください。はい、であとはですね、今回なんと、ボンドブース、実は去年もやったんですけれども、物販のブースをまた今年もやらせていただきます。ボンドグループ取扱いブランドの、グッズやステッカー、あとはですね、なんと今回、ボンドオリジナルグッズを作っちゃいました。いやもうテックアートとかブラバスとか行って、テックアートとかブラバスとかって入ってるのを従業員がこう着てるわけじゃないですか。こうめちゃくちゃかっこいいなと思って、でボンドって入ってるのをこう売ったら意外にこういいんじゃないって思ってくる人いるんじゃないかなと思って、ちょっとグッズを作ろうかなっていう提案をしたんですね。そうしたらお前それだけはやめとけと。というわけであんまりちょっとボンドボンドしてないちょっとボンドグッズを、今回作りました。はい、というわけで、会場でボンドオリジナルグッズも販売させていただきますんで、よかったらぜひ皆様ご購入の方検討してみてください。はい、で会場で販売させていただくグッズに関しては、後々ボンドの e ショップ
オンラインショッピングの方でも販売させていただく予定ですので、会場に来れないお客様はぜひそちらの方も、チェックしてみてください。あとはですね、 BC プレゼントキャンペーンが絶賛開催中でございます。でオートサロンでは実物の BC フォージドのホイールも展示させていただきますんで、まあ、ぜひその辺なんかも見ていただけるといいかなと思います。はい、はい、というわけで今回は、2020年オートサロンについてちょっとお話しさせていただきました。ぜひご来場の際はボンドブースまでお立ち寄りください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。